ジムに行ってお金払ってそれでもうやらないっていう可能性もあるんで。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言は中谷昭弘さん、中谷昭弘さんの名言で、習慣とは一生を通しての人生への姿勢ということで、中谷昭弘さんのプロフィールをお伝えしていきます。中谷昭弘さんは早稲田大学卒業、博報堂勤務を経て独立し、株式会社中谷昭弘事務所を設立、塾中谷塾を主催し、セミナー、オンライン講座の活動を行う。著作は新しい仕事術、チャンスをつかめる人のビジネスマナー、1分で伝える力など1000冊を超す。面接の達人シリーズのほか、多くのロングセラー、ベストセラーを出しているということでですね、私の頃にですね、中谷昭弘さん、たくさん本を読みまして、面接の達人も読みました。まあなんか、入社3年でほにゃららっていう本も読みましたし、たくさんこう、読ませていただきまして、私もね、彼のコレクションじゃないんですけども、習慣の一つになってました、読書に関しては。まあ、他ね、今私の習慣と言いましょう、運動とかすることですけれども、一生を通しての人生の姿勢ということですね。もうかれこれ、走ること、ちょろちょろやってたんですけれども、がっつり走り始めて、GPS でログを取り始めて10年ぐらいになるんです。10年以上か。10年以上になるんですけれども、私もまあ、全然顔色もいいし、顔のツヤもいいしですね。朝はやっぱりすがすがしいし。それなりにまだ体型は維持できてるかなと思うんです。まあもちろん腹筋背筋とかいろんなことしてるんですけど。ジムに行ければいいんですけどもね。ジムに行ってお金払ってそれでもうやらないっていう可能性もあるんで、嫌だなと思って自分でやってるんです。まあ非常に自分でやるって結構高度なことですよね。誰かね、やっぱりそのアドバイザーとかね、メンターとかいう方がおられるんだったら一番いいんですけどね。私ずっといなくてですね、ここ10年ぐらい一人でトコ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 走ってることがね、今習慣です。非常に。はい。あと、まあ、いろんな名言の方おられますけども、先日お話しさせていただいた、鍵山秀三郎さんですか、の掃除に関してでもそうです。毎日こう、掃除をすることによってですね、自分のこう、心のね、内面が磨かれるということで、朝はね、運動して、で、帰ってきたら掃除をする。もちろん、トイレ掃除とか、お風呂掃除ですよね。そういったこともきちんとするということでですね、非常に勉強になってますし、まあ私の一生に通してのね、姿勢だと思います。良くなってるなと思うんですよね。自分の中で少し気持ちにもなりますし、やっぱり嫌な気持ちも持ちつつあるんですけれども、それでもやっぱりいいなって自分でやっぱりいいなと思ってやってます。そういったね、いい習慣をですね、私もどんどん続けてですね、もっとこう自分がね、成長できるようにやっていきたいと思ってます。皆さんもどうでしょうか？いい習慣持ってますでしょうか？朝早く起きるとか、そういったことでも構いません。なんかね、よく書かれてるんですけども、なかなか朝起きれない方っておられるんですよね。いや、私はなかなか朝起きれないってことがなくてですね、ここ10年ぐらい。朝5時、まあ5時には目が覚めるんです、一度。で、まあ、ちょっと早いんでですね。まあ、5時45分には体を動かすようにですね、してるんです。本当は朝5時くらいから、まあ、走り始めてもいいんですけれども。まあ、ちょっとね、あんまりガサゴソするわけにもいかないんでね。6時前くらいにね、運動をし始めるような習慣をしてます。で、帰ってきて掃除してるとか。で、そっからちゃんと朝ごはん食べてです。仕事をしてと。まあ、それがルーティンなんですけどね。しっかり。できてますので、これをやっぱり続けたいと思ってます。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。